ポストイナ小乳洞、ポストイナ小乳洞は、スロベニアのポストイナ近郊にある小乳洞である。島洞窟、黒洞窟、ピューカ洞窟、マグダレナ洞窟等と合わせた洞窟システムの総延長は 20km 以上で、スロベニアで最長である。ポストイナ小乳洞は、200万年間の間に徐々に侵食を進めたピューカ川の地下水流によって、形成された。現在、 小乳洞の最大深度は115メートルある。ポストイナ小乳洞の入り口部分の存在は13世紀頃から知られていたが、大部分は1818 18年、当時皇太子であったフェルディナント一世の訪問に備え準備をしていた際に、地元のルカチェッチによって発見された。そして翌1819年8月17日のフェルディナント一世の訪問により、 広く知られることになる。以後、世界各地から、王、皇族らの訪問があり、日本からは、有栖川の宮武人新郎夫妻、小松の宮頼人新郎夫妻、高松の宮信人新郎夫妻が訪れている。昇乳洞の入り口の上には、ラテン語で、イメンスサムアドアントルームアディトゥースと書かれている。これは、旅行者よ、広大な洞窟に入れという意味である。現在の観光コースは、 約5キロメートルある。そのうち3 7キロメートルを電車が走っていて、この部分では観光客は電車から小入道を観覧する。この電車の軌道は1872年に短軌道で敷設されたもので、当初は人力で2人乗りの客車を動かしていた。1924年に蒸気機関車の運行が開始され、1957年に電化。 1964年に2000起動化された。現在の全線が開通したのは1968年であった。電車に乗車するとすぐに茶色から白色に至る昇乳石や石順が並ぶ。昇乳石は上から地面に向かって成長するのに対して、石順は地面から髪型に成長する。そして、この二つ月が,つがなると石中になる。 小乳石が1ミリメートル成長するのには10年から30年がかかると言われる。小乳石の中にはラクダ、ワニ、カメ、オウム、フクロウ、男の子などに見えるものもある。最も白い小乳石はブリリアントと呼ばれ、ポストイナ小乳道のシンボルになっている。2番目に大きいホールは会議ホールと呼ばれる。観光客は電車から下車し、ここからは徒歩で観覧する。 そして、大金山という地下の山から、ロシア境を渡る。この橋は、第一次世界大戦の間、ロシア捕虜によって建設されたものである。コンサートホールは1万人収容可能である、小入道は、美しい洞窟という部分に続く。その名の通り、この小入道の中でも最も美しい部分で、フローストーンやスパゲッティと呼ばれる、美しい、 細く繊細な中空状のつららのような形状の昇乳管がある。最後にもう一度電車に乗る前にコンサートホールに入る。ここでは年中主事のイベントが企画されている。観光路の脇にホライモリという目のない両生類が生息した小さな水たまりがあり、その姿を見ることができる。ホライモリは皮膚が肌色のためる人魚とも呼ばれ、 何も食べなくても一年近く生きる。ありがとうございます。